はい、皆さんこんにちは。今日はですね、画像加工のチュートリアルをやっていきたいと思います。画像の一部分の色を違う色に変えるっていうのをやっていこうと思うんですけど、以前にもですね、同じようなチュートリアルの動画1本出してるんですけど、そこにコメントで画像の色を変えたんだけど、変わってほしくないところも色が変わっちゃうんだけど、どうしたらいいのっていう質問が来てたので、今日はそのリクエストに答えて、狙ったポイントだけ色を変えるっていう方法を紹介していきたいと思います。で、今回使うアプリなんですけど、アートスタディオプロっていうアプリを使います。アートスタディオプロを出すの結構久しぶりですね。前は結構よく出してたんですけど、このアプリどういうものかっていうと、ほぼフォトショップアプリです。フォトショップとツールの使い方とか、あとパネルの位置とかね、ほとんど同じです。で、残念ながらちょっと日本語が対応してなくて、英語版のみになってしまうんですけど、日々フォトショップを使ってる人であればすぐに使えるようになるので、よかったら購入してみてください。値段は今ね、1400円になります。まあ、ちょっとね、高いですけど、でもそれぐらいハイレベルな画像加工ができるアプリになります。じゃあですね、早速始めていきたいと思うんですけど、アートスタディオプロを開いて、一番最初右上のプラスボタンから、写真をインポートしていきます。 New from Photos かな。で、これでさっきの写真ですねを選んであげます。で、開けるとこんな感じで上下左右にいろいろツールがついていて、左側にツールパネルで、右側にカラーで、上にメニューバーっていうのがあります。で、右上にここレイヤーですね、レイヤーの情報が見れるパネルがあります。で、レイヤーパネルのこの下にお日様みたいなマークがあるんですけど、これを選択すると、色調、トーン調整の項目がたくさん出てきて、ここから色の調節をしていったりします。で、例えば今これレベルっていうトーン調整開いてるんですけど、そうするとこういう細かいね、明るさの調節ができたりします。で、他に例えばですけど、この中のブラック&ホワイトっていうのもあるので、これを押しますね。で、そしたら白黒になるんですけど、この白黒も細かい調節ができたりして、例えばこのブルーっていうスライドをね、こう左右にスライドさせてあげると、元のこの画像の青い部分っていうのが暗くなったりとか明るくなったり、そういうことも細かい調節ができます。で、例えばこれイエローのスライダーを調節すると、元画像のイエローの部分がこう暗くなったりします。で、レイヤーパネルのとこ開くと、このトーン調節したものがレイヤーとして積み重なってるんですね。なので、さっきのレベル補正とかブラック&ホワイトとかがここに乗っかってきてるんですけど、ここで表示非表示とかできるし、あとはダブルタップしてあげると、さっきのスライダーがもう一回出てきて、再調節することができます。なのでね、後からでも何回でも変更することが可能です。で、今日やるやつなんですけど、今日はね、色を変えるので、この中から、ヒューサチュエーションっていうのがあるので、ヒューサチュエーションを選択してください。これね。で、そしたらこんな感じのパネル出てくるので、まずはね、後ろの黄色のところ、この色を変えていくので、ここのマスターっていうところを選択して、この中からイエローを選んでください。で、イエローを選んだら、この一番上ヒューっていうところね、ヒューは色相っていう意味なんですけど、この色相のところを変えてあげると黄色の色味が変わります。で、今これイエローっていうところを選択しているので、この画像の中のイエローの部分の色相のみが変わってるっていうことになります。青とか、赤とか違う色は変わらないです。で、2段目がサチュエーションって言ってサイドです。で、3段目が、ブライトネス、明度ですね、暗くなったり明るくなったり。で、こんな感じで、簡単に黄緑色に変えることができます。で、壁の色が変えれたらですね、次このバイクの色を変えていきます。さっきと同じようにお日様のマークからヒューサチュエーションで新しいパネルを出してあげてください。で、この状態でこのバイクの色をですね、今回はシアンの方がいいかな。シアンにしてあげて、で、ヒューを、いじってあげます。こんな感じ。で、だいたい紫色ぐらいにしてあげたいと思います。
で、そしたらね、見てわかると思うんですけど、この右側の扉のところも色が変わっちゃってるじゃないですか。本当はね、このバイクの色のところだけ変えたいのに、扉のところも変わっちゃってるんですね。で、これなんでかっていうと、このシアンっていう項目を選んでるので、この画像の中にあるシアンの色がもう全部色変わっちゃってるんですよね。なので、こういった時どうするかっていうのが今日のね、ポイントになってくるんですけど、その時はですね、このマスクっていう機能があるので、それを使ってあげます。で、今レイヤーがどうなってるかっていうと、ヒューサチュエーションが2個あって、下の段のヒューサチュエーションが黄色の色を変えたやつ。で、上の方がこのシアンの色を変えたやつになります。で、このシアンのヒューサチュエーションのレイヤーを選択した状態で、この左側の中に脱走ツールっていうのがあります。こういうね、丸い感じの選択ツールなんですけど、この脱走ツールっていうのを取ってください。で、この状態で、バイクをね、なんとなくでいいんで囲ってあげます。で、この状態でレイヤーパネルの、下のね、左から2番目、この白のプラスボタン、これを押します。で、そしたらね、この中にアットマスクっていうのがあるので、アットマスクを押して、で、さらに、リビールセレクションっていうのが上から3段目にあるので、これを押します。で、リビールセレクション何かっていうと、この選択したところだけを表示させるっていうような項目です。押してみますね。で、そしたらこんな感じで変わったの分かりますかね。囲ったところだけ色が残って、それ以外のところはマスクがかかるような感じになります。で、これがマスクの使い方なんですけど、最後はこの扉のところね、の色をちょっと変えたいなと思ったら、さっきと同じように、お日様のマークから、ヒューサチュエーション。で、マスターのところをシアンに変えてあげて、さっきと同じようにスライダーを動かしてあげる。そしたら残ったこの扉のところだけ色が変わるような形になります。で、今日はちょっとね、わかりやすいようにビビッドな緑でやってみます。で、こんな感じでこの画像は完成になります。でですね、あと2つほどちょっと色を変える方法が別にあるので、それもちょっと紹介していきますね。で、ちょっとね、違う画像でやっていきます。で、さっきはヒューサチュエーションで行ったんですけど、次はですね、一番下にセレクティブカラーっていうのがあるんですよ。で、これでも色を変えることができます。で、ここのマスターのところですね、さっきと同じようにシアンに変えてあげて、で、そしたらね、下にこのスライダーが4つあるんですけど、CMYK とここ RGB をもっと細かく調節できるパネルになります。なので、ちょっとね、上級者向けにはなるんですけど、色を詳しい人はここでスライダーで操ってあげた方が、より高度な色の調節ができます。で、難しい人はさっきのヒューサチュエーションのヒューのところでね、一気に変えてあげても全然大丈夫です。で、こんな感じで色変えたら、この右上のここのドアだけ反映させたいので、その時はマスクですね。で、ここの選択ツールの中からさっき脱走ツール取ったんですけど、次は、長方形ツール取って、こんな感じで適当に選択します。で、選択したらこの状態で、下のこの白いプラスボタンからアットマスクでリビールセレクション、そしたらここの右のところ右上のところだけが緑になって、他は、一番最初の色のままに戻ります。で、最後ですね、もう一個最後やり方としては、直接塗りつぶしちゃうっていうやり方もあって、その時はですね、まず一番上に空っぽのレイヤーを1個追加します。左の下にプラスボタンがあるので、それで空レイヤーを作ります。で、ここにブラシで塗っていくので、ブラシを選択して、色を取っていきます。色はここの右側のパネルか、もしくは、下のバーのここ。ここにも色を選択できるところがあるので、ここで好きな色を選択してください。で、例えば赤で、この状態で、色を変えたいところを、もう適当にこうやって塗っていきます。
でこんな感じで色がざっくり塗れたら、この状態で、レイヤーのここ上のとこね、今ノーマルって書いてあるんですけど、ここブレンドモードを変更することができます。でこの状態で、下から2番目ここカラーっていうのがあるんですよ。でカラーを押すとこんな感じで、色の情報だけが乗っかるっていうような形になります。これがカラーのブレンドモード、こんな感じね。めっちゃ簡単でしょこれ。でここねオパーシティってあるんですけど、これ不透明度なので、ここでちょっと、不透明度下げてあげたりしてコントロールしてあげるといいと思います。でこんな感じで今赤やったのでもう一回やりましょうか。ちょっと黄色を塗ってみますね。空っぽのレイヤーを追加して、黄色を塗っていきます。で色が塗れたらさっきと同じように選択して、ブレンドモードここを押してカラーにします。そしたらこんな感じでカラー情報が乗っかります。すごいなんかカラフルなドアになってきましたね。で、ここのブレンドモードなんですけど、なんか他にもいろいろあるので、ちょっと切り替えてあげるとまた違ったね色味になったりするので、ここでいろいろ楽しんでもらえればいいかなと思います。でちょっと黄色だと色が薄いので、これもうちょっと強めたいときはこの黄色のレイヤーをプラスボタンからジュープリケートレイヤーって言って複製させるんですよ。でこの状態でその上に乗っかってるレイヤーのブレンドモードをまたちょっと変えてあげると黄色みがこうやって強くなったりはしますね。でこのブラシでね直接塗りつぶす方法は結構ざっくりなので、本気の色合成っていう感じではないんですけど、なんとなくね色変えた時にどういう風に見えるのかなみたいに、すぐに試したい時は結構使える技かなと思います。でこのコメントをくださった方もなんかお仕事でお客さんのところ、クライアントさんのところに行ってプロダクトのね色のカラーバリエーションをこう iPad でささっとやって見せてあげたいので、それどうしたらいいですかみたいな依頼だったんですけど、もうなんか素晴らしいなと思いましたね。iPad ユーザーの鏡ですよね。もうささっとねその場で色変えてあげて見せてあげるみたいな、なんかねめっちゃかっこいいですよね。そういうのなんかそんな人来たら、うわめっちゃできる人来たみたいになっちゃいますね本当に絶対なると思う。でもねその場でね契約成立になるかもしれないし知らないけど、でもねiPad フル活用してねいいプレゼンができることを願ってます。コメントくださった方ありがとうございました。またねこんな感じで皆さんのコメントにどんどん答えていいなと思ったやつ採用して動画に作ってるので、もしなんかわからないこととかねこういうのやってほしいみたいなのがあったらぜひコメント欄お待ちしてます。でもしこの動画がね役に立ったらぜひいいねボタンを押してもらえると嬉しいです。あとチャンネル登録してない人はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ということで今日はご清聴どうもありがとうございました。バイバーイ。